とりあえず決めなきゃいけないことがめちゃくちゃあるんですけど、ポーカー GO っていうラスベガスにあるスタジオがあるんですけど、かっこいいね。なんかあのスタジオがめちゃくちゃかっこいいなって僕は思ってて、いい、ね、あれをやりたい。わかる。横澤もあそこのトナミ1回出たことあるから。え、ずるい。そうね、だからいわゆるそのデジタルサイネージってやつだよね。そうなんですよ。なんだっけ、 LED の、そう、ダーン。そう、でもめちゃくちゃ高いぜ LED って。え、じゃあやめる。いや、でもなんか僕たちがこのお店をやる意味って、なんか YouTube にかっこいいポーカーの大会の映像を僕は配信したいんですよ。まあわかるよ。日本のみんなにもあの大会の素晴らしさとかかっこよさみたいなの知ってほしいなと思って。間違いない。そうだから、サイネージはね、入れたいな。まあね、入れたい。なんかでもそれは俺も結構イメージ湧いてて、自分が日本で、まあ、もしポーカールームを持つんだったら、なんかその映像はかっこよくしたよね、やっぱそういう。いや、そうなんだよね。サイネージとか、まあ、カメラとかもちゃんと入れたいし、あの照明とかね、うん、なんかそういうところには結構こだわりたいな。見て、この3択分ぐらいある、これだけで。これサイネージね。これサイネージだけですごい曲がってる。そう、ここ完全になんもないから、デッドスペースもいいとこだよこれ。ここそこは横澤のあのシンク。ああ、そうだね、はい、ここじゃ住みます僕が。ここ住めます、はい、ちょうど俺んちのリビングと同じぐらいの。マジ、うん、住めるじゃん。住める住める。はい、じゃあ、 あのこのお店に来た方は横澤の家も一緒に見れます。いや見れません。もうとりあえず、まあ、図面を起こしてはもらったんですけど、うん、あまりにも決めなきゃいけないところが多すぎます。この内装デザインに関しては、うん、でそれはやっぱり僕は、まあ、僕一人で決めるんじゃなくて横澤と決めたいなと思って。まずさ、なんか全体の雰囲気みたいなのって思い入れある、うん、まあ結構難しいなって思ってるのが、その例えばなんだけど、なんかどういう人に来てほしいかとか、どういう風に思ってほしいかってすごいあると思うんだよね。でそれはポーカーってものを、まあそうだし、俺らのお店に対するイメージとかポーカーに対するイメージとかで、なんか大きく分けて俺はその方向性って、うん、まあ二方向あると思ってるの俺は、うん、で一つはそのいわゆるカジノの雰囲気、うん、ちょっと大人っぽいっていうか、そのいわゆるゴージャスでジャケットを着て、あの、まあ、スーツだったりとかさ、ちょっとピチッとした感じの、ね、ピチッとした感じのドレスコードみたいな、まあ、ですです、うん、なんで会計をやっちゃったの。昔のあのドイツのあの、ああそう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 、なんだっけ、あのビースバーデ、ビースバーデとか、うん、あれとかってやっぱそういうゴージャスな感じ、確かに確かに、かっこいいみたいな、うん、っていうカジノのイメージと、もう一方向はそのひろきが言った例えばポーカーゴースタジオみたいな、うん、そのスポーティーな感じ、はいはいはい、明るくて、まあ紫とか青とかがいっぱい使われてる感じ、うん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 、イメージカジノって黒とか赤じゃない、わかる、そう、なんかレッドカーペットみたいな、そう、黒赤みたいな、うん、でそのポーカーゴースタジオは青紫とか、あ、確かにね、そういうイメージ、ちょっと e スポーツっぽい感じ、ね、そう、うん、っていう二方向あると思って、うん、で俺結構、まあ、今回のこの店舗に関して俺らがなんか決めなきゃいけない方向性ってそういうイメージだろうなって思ってて、まあ確かにそうかも、そうそうそう、やっぱ僕らはやっぱこうなんかポーカーを結構オープンにしたいっていう気持ちがあるんですよね、うん、だからなんか今ってすごいこう日本では限られた人しかポーカーでしてないし、うん、やっぱちょっと入りづらいとか敷居が高いみたいなイメージを払拭したいなっていうのがすごいあって、だからまあオープンにはしたい、でもやっぱりカジノのなんかこうラグジュアリーさとかかっこよさみたいなのは残したいみたいな、わがまま言ってる、間違いない。やっぱり僕は今のその横澤視聴者を見てポーカーを始めようと思ってくれた人にまず一番来てほしいなと思ってるんですね、うん、やっぱ俺らはやっぱ根本カジノだと思うんで、やっぱ原点は、うん、どこまで行っても間違いない。やっぱ俺らのお店って別にお金かけるわけじゃないし、うん、ポーカーお金かけなくても楽しいよってことを押し出していきたいとは思うけど、うん、やっぱ原点はカジノだから、カジノっぽさみたいなのはやっぱ残したくて、それでいてテーマパークにしなきゃいけないと思うんだよね。ほう、カジノテーマパーク。俺らのこのお店ってすごく遠くから来てくれる人もいると思うの俺は。うん、北海道沖縄とか、え、ほんと？から来ま、わかんない、多分いると思うの、わかんない、そのためだけに来るかわかんないけど、いや、そんな風になったらいいね、そう、そのためだけに来るかわかんないけど、例えばそういう人たちが出張で東京来ましたと、あ、そういえば横澤の店東京にあるよなみたいな、行こうみたいな、へえ、来てほしいっていうのを想像した時にね、その人ってさ、その年に1回とかしか来れないかもしれないわけじゃない、下手したら一生涯に1回しか来れないかもしれないじゃない、確かに、そういう人たちに対して満足いくような接客とかお店にしたいなっていうふうに思ってて、あ、初めて来る人とか俺らにとってのその初めてのアミューズメントってやっぱ思い出あると思うんだけど、まあそれいいね、だからもう本当にオープンで、まあ、やっぱりみんなにとってのいいもの、そう、
人生一度に一回だけでも絶対に来た方がいいって場所にしたい。賛成でしょ。そのだからサイネージとかもやっぱりだからそういう意味で言うと絶対マストだと思うんだよね。うん、やっぱりお客さんとか、まあ、今からポーカーを始めてポーカーにハマってくれる人が最高だなこの体験って思ってくる体験を与えてあげたいなと思うんですよね。テーブルとかもやっぱ僕らのポーカー、めちゃくちゃポーカーテーブルに座ってきたわけじゃないですか。間違いない。2人ともめちゃくちゃこだわりあるよね。いや最高のテーブル作りたいよね。作りたい、もうちくりたいとか言ってた。ちくりたい。テーブルとかも特注するんだろうね。ええー。言ってないよ絶対こんな大きいテーブル。あとはい。はいどうぞ。テーマパークにしたいみたいなの僕も本当に思ってて、うん、なんか入った瞬間にここが、分かるわ。そう、ここはポーカーをする場所なんだっていうのが分かるような。確かに確かに。入り口にそういうのを作れたらなんかいいなとか。じゃあこの辺だね。やっぱご飯とか飲み物もやっぱカジノからしたらやっぱ切り離せない。デブじゃん。この人マジでいつポーカーテーブル行ってもなんか食べてるんですよ。そう、俺らが海外のカジノで食べてとか海外のカジノ行った時にいろいろあるじゃん思い出が。あるね。俺ら思い出飯あるをもう入れまくっていきたいなと思って。うわーマジ、いやそれいい。それめっちゃいいね。そのこんだけ世界中のカジノもう入り浸ってもう8年とかポーカーばっかしてるわけだから、ポーカールームのことについては知り尽くしてるよね。間違いない。こうしたいああしたいはめっちゃある。どれだけの時間を過ごしてきたんだろうポーカールームで。経験がすごいからね僕たちは。確かに本当に人生の3分の1ぐらいはポーカールームで過ごしてるんですよ多分。よし、そうやって詰めていかなきゃね。じゃあ詰めていこう。うん頑張ろう。じゃあこのプランだとカウンター席のあたりがドリンク作るカウンターになって、はい、でメインがこの奥の方になってくるんですけど、これはさすがになしかな。なし。あ、なんか違うレイアウトもある。すごいすごいすごい、新しいの出てきた。狭いです。あ、でもこっちはありそうだけどな。カジノに近いのはこっちだと思うけどね、正直入った時の感覚としては。こっちはポーカールームに近いと思うけど。わかるわかるわかる。キッチンがもう足りてるのであれば、別にこっちから持ってくりゃいいって話ですもんね。ちょい、はい、こっちはこうなんですよね。カウンターだけで広くなる。それはいけそう。はい、なんかこう、みたいな、置けばいけるかもしれない。で、ここを、こうして、そういうことです。ここを受付にしようと思います。イエス、タガスクリニック。これでいきましょう。と、あとあれだ。サイネージの件もぜひ。はい、あ、そうですね。何もかもお願いします。全てです。全て、何から何まで本当にありがとうございます。お願いします。何どうぞ、はい、こんな我々ですが。これよりキッズなくなっていましたか今まで。いや、楽しいです一番。いや、楽しい。やっぱそうだ。バーン。もっと来た。すごい、あの、思いがけない意見がこう出てくるのですごい楽しい。参った。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。